ははい皆さんこんこにちマンンショ管管理理士業務主任任者レック専講師の岡本です今日は2023年マンション管理士管理業務主任者開講に向けてですねマンション管理士管理業務主任,、えーねえー、任者の勉強がどのようなものなのか実際に使います教材やそして去年の過去問題を使ってお話を進めていきたいと思います。 本日はですね4つのカテゴリーに分けててお話を進めいいいきたいと思いますまずマンション管理士管理業務主任者という資格の概要そして試験の概要そしてもう一つ目が今年初めてマンション管理士管理業務主任者を勉強する方に対してのメッセージ最後には今までにですねマンション管理士管理業務主任者の試験を受けたことのある方に対しての再チャレンジの方へのメッセージというふうに4つに分けてお話を進めさせていただきます。 ではまず最初に資格の概要ですけれどもマンション管理士管理業務主任者という資格はどのようなものなのかマンション管理士管理業務主任者は区分所有建物のプロフェッショナルになります区分所有建物とはどういったものかということですけれどもこちら画面の方を切り替えさせていただきます区分所有建物というのは建物を区分ですから 分けてですね。所有なので持つ建物を分けて所有持つということですからイメージとしてはですね、皆さんは分譲マンションこちらの方をイメージしていただければ学習しやすいのではないかと思います。ではその区分所有建物について管理業務主任者マンション管理士がどのような役割があるのか見ていきたいと思います。 区分所有建物には大勢の人がですね。各部屋の所有権を持ってですね。生活しています。そのため、建物全体を管理するために管理組合という団体が存在します。この管理組合が。日々のですね。管理業務、これをですね。委託する。 ここが管理会社とというこころになりますそしてこの管理会社の一員として管理受託契約の重要事項説明や管理業務のチェックマネージメントを行うこの役割を担うのが管理業務主任者とということになりますでは一方マンション管理士はどのような役割があるのかというとマンション管理士は管理組合からさまざまなですね相談やそしてですね トラブルに対すする助言を求められますこのトラブルを防止するために助言を行ったり指導をするいわゆるですねコンサルティングこれを行うのがマンション管理士の主役目となりますいずれも社会的に重要な役なりを担っているというのがお分かりいただけるかと思います。 しかしこのように見ていくと管理業務主任者というのとマンション管理士というのは相,する反,相反する立場になります。マンション管理士は管理組合のです、ね、中から相談を受けたことに対するです、ねまあ、指導や助言相談を受ける立場そして管理業務主任者は日々の業務を行うということになりますでは次にですね試験の概要について見ていきたいと思います。 こちらが2022年、令和4年のですね、マンション管理士、管理業務主任者の出題範囲になっています。こちらは分野別に記入しております。まず法令系で民法、区分所有法、標準管理規約、その他法令、マンション適正化法というのがあります。次に管理業務、会計では管理実務、それから会計、財務、標準管理委託契約、滞納管理費、 設備系に関しましては建設設備そして設備系の法令といったこういった広い分野を勉強していきますマンション管理士と管理業務主任者の出題範囲は95%が同じですではその試験の違いは何かというと管理業務主任者は管理実務に必要な基本的な出題が多く民法やその他法令が重要になっていきます 一方マンション管理士は特に区分所有法が要になります過去の判例や法律の条文から応用問題が多く出題されマンション管理士の方が掘り下げた知識と応用力が必要になってくるということになりますここまでが試験の概要ですでは次にこれから初めて管理業務主任者マンション管理士の学習をする方へのお話をさせていただきます ここまでの話から管理業務者のマンション管理士ではマンション管理士試験の方がですね難しいというのがお分かりいただけたかと思いますでは初学者であってもマンション管理士に合格するのでしょうか初めて学習した方でも初年度に合格することはできます応用とは基礎があっての応用です基礎を徹底的に身につけることから応用問題を解くことができます 私の講義では、基礎の知識を詰め込むのではなく、整理・収納しながら体系的に学習していきます。詳しい学習内容は実際の講義で体感していただければと思います。そうやって整理・収納しながら体系的に学習することによって、2時間という試験時間の限られた中で、 学習した膨大な知識をですね。瞬時に頭の中からですね。呼び起こして、そして問題を解き進めることができます。例えばですね講義でも使用します。で、レックのデルジュンテキストというのを見ていきたいと思います。214ページになりますけれども。この？ 214ページにはですね区分所有法の基礎となる区分所有法から見たマンション区分所有建物について載っています、はい、まず区分所有建物というのはこちらを見ていただくと専有部部分分と共用部分から成り立っていますじゃあ「専有部分」というのはどういったものかというとこちら区分所有,所有権の目的となる建物の部分ここまで読むと少し分かりませんまだ。 では下のカッコを見ていきましょう構造上利用上の独立性があると書いています構造上の独立性というのは壁や床天井などで区切られているということになりますでは利用上の独立性というのは個々の出入り口があると考えていただくとイメージしやすいと思いますということは構造上壁や床天井で区切られていて個々の出入り口がある部分ということですから これは分譲マンションの各部屋をイメージしていただくと一番わかりやすいと思いますでは次に共用部分です共用部分は3つに分かれて書かれています、はい、まず1つ目が専有部分以外の建物の部分ということです分譲マンションを思い出してください、はい、部屋以外にマンションの建物の中にあるものは何かというとここに例示されている廊下や階段 その他にもエレベーターなどになりますこれは共用部分になるみんなで使うものになります2つ目が専有部分に属しない建物の付属物となっています付属物というのはここの例示に書いています電気の配線や水道の配管こういったものになります その付属物の中でも専有部分に属しないということは部屋の中にないですね。こういったところの部屋の中にない電気の配線、水道管などは共用部分になるんだよということです。最後に規約による共用部分というのがあります。マンションにはですね、規約というマンションごとのルールがあります。 そのルールにのっとってですねもともとは専有部分部屋であったところをですね201号室はですねみんなが集まる集会所にしよう101号室はですね管理人室にしようこのように決めることがありますこれがですね規約による共用部分ということになりますではここからわかるところは何かというと区分所有建物というのは専有部分と 共用部分この二つから成り立つんだよということになりますではここで皆さんに質問ですマンションが建っている土地これを敷地と言いますけれどもその敷地は共用部分になりますか専有部分になりますか答えはどちらでもありません テキストにはもちろん、こちら建物の敷地というのは別に書かれているんですけれども、まずですね、建物というのは、専有部分と共有部分からなっている。そして、敷地というのは、文字通り土地のことですから、建物にはなり得ません。建物にならないということは、専有部分でも共有部分でもないということになります。 敷地は建物区分所有建物になからないんだよというところですねですから共用部分でも専有部分でもないということをですねここで1つ理解をしていただきたいと思いますではこれを踏まえてですね1つ問題をやっていきたいと思いますここに令和4年のマンション管理士の問題があります問い位置の問題を見ていきたいと思います 次に掲げる事項のうち区分所有法の規定によれば共用部分であるものはいくつあるかということですでは先ほどのです、ね、テキストと並べながらです、ね、見ていきたいと思いますちょっとわかりやすいようにこのようにしておきましょう、はい、まずあです「専有部分以外の建物の部分」と書いています もちろんこちらを見ていただくとですね共用部分のところには専有部分の以外の建物の部分というふうに書いていますしかしこれを先ほどの説明で考えていくと、はい、建物というのは専有部分と共用部分の2つから成り立っているということですから専有部分以外のものは共用部分になるということですから共用部分であるあは丸になりますでは次にいです 専有部分に属しない建物の付属物です建物の付属物というのは電気の配線や水道の配管でしたよねそしてその付属物配線や配管で専有部分部屋にないものはどうなるかというとそれは共用部分になっているということですということはイも丸になります次にウです 専有部分ののある建物の敷地となっています、はい、ここがこの問題の大事なところです。先ほども言いましたけれども、敷地というのは建物ではありません。敷地は建物にならない。建物にならないということは、専有部分でも共用部分でもない。ということは、イコール、はい、敷地は共有部分ではない。ということで、上×になります。最後に絵です。規約により共用部分 とと定めた付属の建物とありますここは問題文に共用部分と定めたと書いていますから共用部分であることは間違いないということで絵は丸になりますここから2022年令和4年の問1の答えは正しいものは3つということが分かりいただけます。 どうでしょうか。テキストに載っていることがそのまま試験に出ています。まあテキストに載っていることをそのまま暗記するというのも一つですけれども、このようにですね、一つ一つの意味を理解していくと、今回のようにですね、ダイレクトな質問でなけってもですね、イメージをして考えることによって解くことができます。この問題であれば初学者の皆さんも少し勉強すれば簡単に解けたのではないかと思います。 しかしですね。このような基本的な内容に関してもですね。正誤を誤る方がいます。それは何かというと正しく整理して学習していないこと。敷地というのはどういったものなのか、建物というものはどういったものから成り立つかこういったところをですね。適当に考え覚えてしまうと失点します。 試験に合格するのに必要な知識というのは100の曖昧な知識より20の正確な基本知識となっていますですから私の講義では初めて学習する方にも分かりやすくポイントを押さえながら学習をしていき説明をすることによって合格を近づけていきます次に再チャレンジの方へのメッセージです ここからは少しですねマンション管理士管理業務主任者の知識があることを前提にお話し,しますもちろん初学者の方も一緒に勉強していきたいと思います、はいえー、マンション管理士管理業務主任者の資格試験で大事になるのは3つの法令になります3つの法令というのはここにあります 民法、区分所有法、そして法律ではないんですけれども、マンションの管理規約というものになります。はい、マンション管理士の試験では、民法、区分所有法,法、標準管理規約というこの3つはですね、なんと25問も出題されてくる。ということは、この3つの、えー、法令をですね、しっかり理解しないと合格はないということです。管理業務主任者は18問出ています。 これも多いですね半分近くということですからどれだけ重要かが分かってきますしかしです、ね、マンション管理士管理業務主任者の学習をするです、ね、ほとんどの受講生がです、ね、区分所有法と標準管理規約に重きを置き基本法令であるです、ね、民法の学習をおろそかにしているのではないかと私は考えています。 ではです、ね、民法の学習がどのように大事なのかこれは法の改装行動を見ながらです、ね、考えていきたいと思います。区分所有建物の日々の生活の中ではですね区分所有者間のです、ね、日々のトラブルというのが起こります。今回は A さんと B さんという方で考えましょう。 日々ですね。a さん、b さん、いろいろな区分所有者間、また管理組合との間でトラブルのですねが起こってきます。そのトラブルを解決するのがこちら民法という法律になります。民法は一般法であり、個人間のトラブルをですね。まず判断する法律となります。 ただ民法は一般法ということですのであくまでも一般的なトラブルに対処していますので区分所有建物というです、ね、特殊な状態ではです、ね、この民法の規定にそぐわない内容もあります。それを修正したのがこちら区分所有法です。 たににマンンションのためのめ法律とということになりますそしてこの区分所有法はですねまた法律ですから一般的な部分が多いのでさらにです、ね、この区分所有法をもとにです、ね、個々のマンションに合ったです、ね、ルール規約というのをですね設置することができます。 ここでですね、皆さんが勉強することで,ですね、大事なところは皆さんは標準管理規約というのを学習します。しかし標準管理規約というのはあくまでも規約の標準見本だということです。ですからすべ、はいえーまえー、てのマンションがですね、この標準管理規約通りにですね、規約を作らないといけないわけではないですね。 一応見本はありますけどこのように個々のマンションにあったものをですね適用ってくださいということになりますこのですね標準管理規約はあくまでも規約の見本だというところもですね試験の勉強するには大事な部分になっていきますではここでもう一度トラブルの内容を見ますトラブルがあった時にはまずそのマンションごとのルールの規約でですね判断をします しかし、規約に別段の定め特,な特別な定めがなければもともとの区分所有法という法律で判断をします。しかし、中には区分所有法にもです、ね、載っていないものがあります。それは何で解決するかというと民法で解決すす。ることになりますでは、この法の改装構造を理解した上でですねレックのテキストを一つ見ていきたいと思います。 こちら二百三十六ページですね敷地利用権の持ち分割合というものになります、はいえー、皆さんですね敷地利用権の持ち分割合はどのように決められていたか覚えていますか、はい、ではテキストを見ていきたいと思います、はい、敷地利用権に関する複数の区分所有者間の持ち分割合についてはここです大事なところは区分所有法に直接定めがないんです ということは、敷地利用権の持ち分には区分所有法は決まってません。この時点で学、えー、学説は、はい、民法の共有に関する規定に従い、えー、共有者間の特段の定めがない限り、はい、ここです。愛等しいものと推定されているとなっています。では、ここで分かったことは、敷地利用権の持ち分割合は区分所有法にはない。ですから、一般法である民法で判断する。 そして民法ではですね、えー、共有者の持ち分は相等しいものになる。しかし、例外として共有者間で別段の定めができるということになります。では、これをもとにですね、えー、令和4年のです、ね、問題の2を見ていきたいと思います。こちら、問題の2のです、ねはい、うを見たいと思います。 土地の共有者全員で、その全員が区分する、区分所有する建物を建てばた場合、規約に別段の定めがなければ、共有者の共有持ち分は各共、各区分所有者の占有部分の割合と、占有部分面積、占有面積の割合と、えー、なる、というふうになっています。この問題を絵にすると、こういったことになります。敷地を A、B、C、D が持っていたとします。 そして ABC でですね区分所有建物いわゆる分譲マンションを建てましたそして A さん B さん C さん D さんということで、えー、各所有、えー、部屋をですね占有部分を持っているとではこの A さん B さん C さんの敷地の利用する割合ですね持ち分割合がどうなるのかということになります では先ほどのテキストを見ていいきたいと思う。もう一度いくと、区分所有法では定めはありませんでした、そうすると、この判断はです、ね、民法250条による共有者の持ち分は相等しいと推定し、共有物の変更は原則、共有者全員の合意,で必要合意を必要とするということになります。 ですから今回の、えー、専有部分の面積にです、ねえー、準ずるというところは間違いになります。また区分所有法に、ね、定めがないのでこの問題にあるです、ね、規約に別段の定めがない限りというところもです、ね、ここはです、ね、考えなくていい部分になります。区分所有法がなければ規約という概念もないということは規約で別段の定めをすることができない。 民法は全員のです、ね、合意によってです、ね、持ち分を変えることはできるとなっているということになります。ここから、うはですね、占、はい、有部分の割合となるというところが×ということで、う誤りの選択肢になります。このように法の階層構造を理解すると区分所有法になければ民法で考える。 また規約というのは区分所有法から生まれた考えなので区分所有法に定めがなければ規約で別段の定めをすることができないこの考え方が重要になってくるということになりますではもう一つここでですね正確な基礎知識が必要になるという問題を考えていきたいと思います区分所有法ではですね分離処分の禁止というのが出てきたと思いますさあ皆さん 分離処分の禁止はいくつあったでしょうか答えは2つです専有部分と共用部分の分離処分禁止そして専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止となりますここで合否を分けるのはいずれも原則禁止であるということですということは例外はどうなっているのか そしてこの例外が同じ分離処分禁止でも異なっているということが大事になります。ではテキストで確認していきたいと思います。先ほど申し上げましたように分離処分の禁止は共用部分との分離処分の禁止というのと、せんえ敷地利用権ですねの分離処分の禁止という二つの分離処分の禁止があります。 そして、この共用部分の分離処分の禁止の例外はこちらになります。区分所有法に別段の定めがある場合となっています。では、区分所有法にはどういった場合は分離処分の禁止の例外に当たるかというと、こちらです。管理所有と共有持ち分の割合の変更。この二つだけです。この2つだけですだけ。この2つ以外は共用部分の分離処分の禁止は認められないということになります。 では一方、所有部分と敷地利用権の分離処分の禁止の例外はどうなっているでしょうか。はい、こちらです。二百四十ページに書いています、はい。規約に別段の定めがある場合、敷地利用権の分離処分の禁止が認められるということです。それぞれの詳しい内容はですね、実際の講義で解説しますが、どうでしょうか。再チャレンジをされている皆さん。 今まで分離処分の禁止が2種類あったということはです、ね、理解されていましたでしょうかまたそれぞれの例外の定めが異なっているということに注視して学習されていたでしょうか、はい、これが基礎知識の重要性ということになります。私の授業ではこのような類似するものまたですね類似しているようでですね異なっているものをはっきり区別して学習していきます。 ではこの分離処分の禁止についてもう一問過去問を見ていきたいと思います先ほどの令和4年の問いの2のです、ね、あになりますこちらです敷地、え、借地上の区分所有建物における敷地利用権の割合は専有部分と敷地利用権の分離処分禁止の原則は適用されないというふうになっています 敷地利用権というのは、いわゆる各部屋、占有部分を持つための土地を使う権利でしたよね。では、そのですね、はい、敷地利用権の分離処分の禁止がどうなっているか、もう一度見ていきたいと思います。テキストは239ページになります。占、は、有、い、部分と敷地利用権分離処分の禁止の原則、今回捉えていることです。敷地利用権が数人で有する所有権、はい、その他の権利である場合、 マンションを処分する、マンションを処分するときは原則としてその敷地、占有部分の敷地利用権を分離して処分することが禁じられているということになります。この1行のところで、2行のところで大事なのはこちらになります。敷地利用権を有する数人で、数人で有する所有権その他の権利となっています。ささあ皆さん では、ここで思い出してほしいんですけれども、敷地利用権の代表的な4つのものは何だったでしょうか、はい、それは、所有権地上権賃借権そして、使用借権でしたよね。この4つ、 すぐに出てきましたかやはりマンション管理士管理業務主任者に合格しようとするとこのですね敷地利用権の4つは瞬時に出てこないといけません。そこでこの1行です。所所有有権権権権というのののはまさしく所有権の敷地利用権の権利用ですではこのその他の権利というのは何かというとその他の権利がこの地上権、賃借権、使用借権になります。 そして、市場権賃借権使用借権すべてですね、これは土地を借りる権利、借地権であるということになります。ここまで考えると、もうお分かりになると思います。はい、借地上の区分所有建物における使用え敷地利用権の割合はということですから、この区分所有、区分所有建物の敷地利用権は、先ほど言った地上権 賃借権、使用借権ですね、はい、この3つのどれかになるということになります。ということは、占有部分と分離処分の禁止の原則は適用されない、罰になります。 先ほどのテキストに書いているように所有権その他の権利である場合分離処分は禁じ,ること禁じられていると書いているということになります。はい、どうでしょうか今日はです、ね、私の手元の資料をです、ね、カメラを切り替えながらやりましたので分かりづらい部分もあったと思いますしかし実際の講義ではですね佐さ,さんの手元にテキストやそしてです、ね、資料がある状態でお話をさせていただくのでもっと理解が深まると思います。 私の講義ではこのように法律の趣旨を噛み砕いて解説し民法、区分所有法、標準管理規約などの類似点や相違点などを比較しながら整理して学習していきます。えー、独学ではですね、なかなか理解が難しいですね、相互間の関係。また、えーですね、実務経験がないとイメージしづらいですね、建築設備。はい、それからこれらをですね、オリジナルレジュメを使い。 文章だけではなくイラストや写真などを見ながらイメージをつかみ学習をしていきますマンション管理士管理業務主任者 W コースはマンション管理士合格レベルにです、ね、水準を置き授業を進めていきいずれの試験にも対応できる知識を得ることができますぜひ皆さん私と一緒にですね2023年マンション管理士管理業務主任者の試験に合格し 区分所有建物のプロフェッショナルになっていきましょうでは講義でお待ちしております